今木戸ががっちり秋山を抑えにかかりましたから託しましたよ。わこれだ。バックに潰した。バックドロップを通した遠藤哲也。やはりこれはもう食らったらいけないと遠藤選手も思ったんですね。何やってもかわす。さあどうする、さあどうする、さあそのまま横揺れ式の指固め、カウント2。ちょっと今度はロープの反動を利用して、さあ足をすくった、そのままエビ固め、カウント2。ああここで秋山がナイスアシスト。いいサポートです。まあいくら今日つくとはいえ130キロの内野をああやってね丸め込むのは遠藤もかなり体力を使っています。グート、まだまだ内野いきますね。やっつめて、もう一回エクスプロイダー、さすがです。コロノトビシューティングスタープレス、広間に合うカットです。さあここは秋山純が引っ掛けますか、上げられるか。秋山純はしっかりと場外で昨日カットを上げた、上げて回してドーチャーラックボム、投げ切った遠藤哲也、返せるかな、返した、返しました。だが130キロが叩き捨てられて悩む大ダメージ、動けないところに遠藤哲也、このワンチャンスものにするか、至高のシューティングスタープレス、日野タッチに入れない。14分40秒、勝者遠藤哲也、バング8点2点を獲得です。